久保さん。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 やっぱ仮面きついっすね、あれね。ちょ、あの、て、あの、ちょっと、まあ、たまに使うかもしれないですけど、あれちょっとね、きついっすね、あれでずっと行くのは。い。ということで、まあ、通常営業で。<laughs> 通常営業で。で、今回ね、あの、メガネ。メガネしましょう。う僕ね、メガネをね、新しく買いました。メガネ。で、なんで買ったかっていうと、単純にその、まあ僕ね、遠く見るときに、あの、ぼやけるんですよ。 乱視、がんわかんないですけど、なんかその、ピント合わないんですよ。合わなくなっちゃったんですけど。で、まあ、今度僕、免許の更新があるんですね。免許の更新が。で、この前免許更新したときに、ギリギリだったんですよ。ギリギリね。あの、一回この視力検査あるじゃないですか。で、あって、で、ダメで、で、別部屋持ってかれて、で、別部屋で再検査したんですよ。で、再検査のときに、まあ、ぶっちゃけ言うと当てずっぽでね、行ったら当たったっていうね。で、OK で、ギリギリだったんですよ。 なんで、まあ今回その、一応メガネ持ってって、で、えー、なんだ、あの、もしダメだったらメガネつけていくっていう。なんか免許証にメガネつきってなんか微妙じゃないですか。<laughs> まあいいや、いいんだけど。で、このメガネの話なんですけど、まあ実際にですね、また視力測って、こういろいろやってこれをつけたんですけど、買ったんですけど、あの、ほんとね、こうつけるのとつけないのじゃ、全然その、 あの、景色が違うんですね。ま、あ僕別にメガネかけなくても全然生きていけるんですけど、ただ遠くを見るときにピントが合わなくてちょっとぼやけるので、ただこれつけるとね、ガッチしピント合うんですよ。ピントすごいんですよね。で、以前僕が初めてそのメガネを買ったときに、土入りのメガネを買ったときに、あのね、その、営業してくれた、ま、あ接客してくれた人に、こんな質問をしました。こんな質問ね。 この仕事ってどこが面白いですかみたいな。メガネのね。まあ僕と違う世界じゃないですか。まあ、もはやね。なので、ど、これの仕事何が面白いですかって言ったら、その人が何て答えたかっていうと、あのー、僕の仕事っていうのは、まあ今まで見えなかった世界を見,見えるようにする、する もうイリュージョン的なね。まあイリュージョンとは言ってないですけど、その魔法とも言ってないけれども、違う別世界は案内できる素晴らしい仕事だと僕は思ってますみたいなことを言って、すげえな、みたいな。確かにな、みたいな。今までそのね、見えなかったものがクリアに見えるっていう、この別世界ですよね。こうす、っていう仕事が、 とすごく好きですで。お客さんがメガネかけた時のその感動、は見えるようになったみたいなね、その感動がすごく面白くて仕事やってるんですっていうことを言ってて、あいい、いい仕事しとるなと思ったんですけど。<laughs> で、ここから何が言いたいのかっていうと、みんな、まあ、ちょっと話ね、反転する部分ありますけど、多くの人はね、色メガネで見てるってことです。あの、全く見てるものは一緒なんだけども、結局全く見てるものは一緒なんだけど、どう見てるかなんですよ。 どのようなメガネをかけるかなんですよ。例えば、ね、久保さんをね、久保さんの、えー、動画を見て、羨ましいな、クソみたいな、なんだこいつ詐欺、詐欺かな、みたいなね。っていう色メガネ。なんかどうせお金儲け、なんか悪いことしてなんかやってんだろうとかいうメガネで見るのか、それともそのメガネを外す、もしくは、まあ、ナチュラルなね、あの、透き通ったメガネで見るのか。 によって、その同じものを見てたとしても、そのクリアに見えるのか、ぼやけて見えるのかっていう、わかります同じものを見てるんですよ。だけど、そのクリアに見えるのか、クリアじゃないのかって変わるわけですよ。すごくないですか見てるものは一緒なんです。ただし、見方によって変わってしまうんですよ。でも多くの成功できない人とか人生がうまくいかない人って、その見方がね、 なんかその余計なフィルターがめちゃめちゃ入ってるんです。余計なルタフィルターがめちゃめちゃ入ってるんです。で、これを成功者の人たちが一言で表してる言葉があって、これが何かっていうと、素直なんです。もう絶対出てきますね。絶対もうほぼ9割9分、9.999999 99、余九パ9.999%成功してる人は、あの、素直じゃないと無理だよみたいな話をするんですよ。だから、素直という眼鏡で見ているのか、素直という眼鏡で見ているのか、 それとも素直じゃないメガネのいろんなフィルターをが入ったメガネで見てるのかっていう、ただそれだけです。だって見てるもの大したく合わんないですからね、聞いてることも。だこれね、結構大事なんじゃないかなと思うんですけどね。久保さんいかがでしょうかまあ同じようなこと、億万長者で言ってるんですけど、このね、今回メガネっていうね、色メガネっていうね、このね、ちょっと違う速球でね、お話ししてみま,し,てみました。行ってらっしゃい。